連覇を目指す甲子園まであと一つの再びは1回、エース福井がランナーを三塁に置くピンチ。ここで新田4番高橋に左中間を破られ再び先制を許します。さらに新田は5回2アウト1塁2塁で2番菊岡、打球はファーストのグラブをかすめライトへ。2対0春夏連覇を目指す再び、苦しい展開となります。再びは6回1点を返し、なおも2アウト2塁で打席はエース福井、打球はセンターへ、判定はセーフ。再びようやく同点に追いつきます。勢いによる再びは三塁にランナーを置いて1番甘井が三遊間を破るヒット。再び逆転の勝ち越し点を奪います。7回にも1点を加えた再びはエース福井が新田打線をがっちり抑え、夏の甲子園初出場、史上6校目の春夏連覇を目指します。普通のプレーでも自分のできることを精一杯グラウンドで暴れていきたいと思います。一戦一戦目先の戦いだけを意識して上を目指していきたいと思います。